ということですね、テオ君に朝ちらっと話したんですけどもですね、はい、今日朝、はい、僕の携帯にリスナーさんから電話がありました。ま、そうだ、リスナーさん確定な、人体言ってました。あー言ってた自分で。朝俺が起きた時くらいに一回携帯がビリビリってなったの。えフェイスタイムで怖い、怖っ、めっちゃ怖いね。だからもうビデオがあるんじゃないかって警戒しつつ、うん、こう出たの。こうだからビデオあってもこう耳の後ろから真っ暗じゃん。いやって怖いから、誰か知らない人が怖いから、俺一回ハローっつったの。そしたら向こうが誰ですかって言ってきたら、あのいたずらカードって言ってきて、うん、怖みたいな。女の子の若い感じの子、まず誰ですかって言わないもん。言わないよ、かけてきたやつ。1時間ぐらいですよ、うん、ほぼずっと鳴りっぱ、うん、怖すぎて。切ったとしてもかけてくるし、逆に俺出て、うん、無言になったりしてた、うん、そしたら向こうも無言になって、その様子を見ても、うわーめっちゃ輝いてるやん。すすちょうど来た、ちょうどこの電話かかってきた、ここから来た。ほら、マジマジ、とりあえず、まあ、とりあえずすぐ切られちゃうからまた来ると思ってこっちで編集してたの、うん、いつものピアノを言うたら見えないすぐ来んな、すぐ来た、出ます、早く出ない。で、今出てんだけど、今突然電話かかってきたんですけど、あ、はい、そうです。え、テレパシーで話してるの？もう好きともし、ジンタンですか？はい、弁護士さん、ジンタンですか？なんか生放送とかしてるしなんて思ってまして。思ってまして怖いね、だって。おお、思ってまして。あ、わかりました、それはわかりました。え、ちなみに聞いても大丈夫ですか？はい、あの、この電話番号ってどこで手に入れました？連絡先で調べると、あの、昨日の動画、はい、なんか、スカイピースのなんか贈り物、その下の概要欄からなんか連絡先、概要欄に連絡先が載ってた。焦ってんな焦ってるよ。ちょっと、え、ちょっと誰かにだから分かっちゃったんですよ。概要欄に連絡先が載ってた。小学生か中学生っぽいな。あ、はい、そうです。ここ2年生だった。え、電話番号が、あ、メールアドレス載ってた。はい、え、そのメールアドレスがどうやって電話できるの？メールアドレスを、はい、電話、なんか電話番号も電話もできたんで。え、メールアドレスをすると電話もできるの？はい。そうなんだ、怖怖。メールアドレスで電話できるんだ。できます。電話番号を知らなくてもメールアドレスさえあったら電話できる。知りました。多分突然電話されると多分みんなびっくりしちゃうから。あ、何も言わないです、大丈夫です。あー、全然全然、秘密にしておきます。はい。いや、でも本当に自分大丈夫、多分普通に怖いと思うんで、他知らない人から来たら。はい、もう気をつけてください。電話してるところというか、このところって動画でチラッと出したりしても大丈夫だったりしないですか？あ、いいですよ。いいんかい。なぜだ。いいね。で、多分これ知らないで電話かけちゃう人も多分いると思うから、迷惑っていうこと。あ、これからは電話かけないです、今日だけ。あ、今日だけ。嬉しいです。あ、でも本当に多分みんなも多分しちゃうと思うから、多分そういうのもやめてくださいっていう感じの動画でチラッと出しても大丈夫。ちょっともぜひ、本当怖いのでね、多分普通の人からしてもあんまり電話はね、かけないようにしてもらえると。大丈夫？笑ってるけど大丈夫？はい。え、動画はいつ出されるんですか？ちょっとまだわからないですね。ちょっとまだなんか、ね、ちょっと今録音してるんですか？ちょっとグイグイ来るからさ、カメラで。みんな迷惑だから気をつけてね、やめてねみたいな感じのをちょっと出させてもらいます。じゃあっていう内容なので、見てる人みんな呆れてるで。来まして、来
結構多分悪気が多分全然なくてそう、ね、かけてきちゃってるんだと思うけどね。まだ学んでってほしいですけどね、これを機に。でこれ見てる子とかも、あ、これ迷惑なんだっていう、多分分かってほしいですね。なんで電話かかってきたかっていうのは、うん、事務所に行ってちょっと調べてもらえますかっていうふうに言ったらフェイスタイムって、うん、メールアドレスからかけれるんだって。で、それがね、メールアドレスからフェイスタイムで電話かけるっていうのをオンになってるとかかっちゃうんだって。で、俺ずっとオンになってたのよ。だからそれを今日オフにしました。電話番号知られてなくてもメールアドレスだけで電話ができちゃうみたいだから、そこは本当に気をつけないといけない。非通知とかだったらね、出ない設定とかさ、なんかそもそも拒否いる設定とかあるけど、さらしちゃえばいいじゃん、この子の電話番号。ああ。フラれた結果買えばいいじゃん。あはははははは、悪いやつ、悪いやつした。最後まで見てくれてありがとう。迷惑なら、もし電話番号してもこの機能を吸っても出来心でかけちゃいけないよ。普通に知らない人からツイートですかってくる子わかに遊びすぎはブワッペバーって配ら終われない。あ、ここです。それは私に。スカイピースなんで平和なんでね。まあ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 、僕たちは平和に終わらせようと思ってますけどね。